ケイコちゃんこれは昭和中期私が小学一年生の頃のお話です幼い頃はとにかく病気がちでよく幼稚園を休んでいましたですので 小学校に入学の時人並みにちゃんと通えるのか親は心配したようです豆もやしみたいな体に大きいランドセルを背負って40分ほど歩かなければならなくてさらに私と来たらぼんやりした子供で通学路すらよく覚えてはいないのでした当時は通学班というものがあったので 朝の投稿は近所の上級生たちが面倒を見てくれましたが帰りは一人で帰らなければなりません通学路の長い道のりは何とか覚えましたが体力がなく重いランドセルが肩に食い込み痛みを覚えて時折道の脇に座ってランドセルを下ろし休まなければならないのでした 入学したての頃は、小学校の何もかもが恐怖で、身を縮こませて過ごした記憶があります。新しい環境に興味を抱くこともなく、ただ心を閉ざして、大勢の生徒や先生たちを、自分とは関わりのないもののように捉え、さながら映像を見るように、やり過ごしていました。 多くの友達を作ることがまるで義務のような時代でありまして、そういった風潮が気の弱い私をとても威圧していました。県下でもマンモス校と呼ばれた小学校は一学年が6クラスあり、今振り返っても顔も知らない同窓生がたくさんいます。私は無口で声も低く、おまけに先生の話を熱心に聞くこともありませんでした。 自我の発達というものがひどく遅くて、人とのコミュニケーションが苦手で、学校にいるのが苦痛で仕方ありません。どうして学校に通わねばならないのだろう。できることなら私をこのままそっとしておいてほしいのに、そう思っていました。背が低いので一番前の席に座らせられ、前に置かれた黒いアップライトピアノに映った 自分の顔をじっと見つめながら時をやり過ごしていたのです。昭和中期の学校教育はまだ戦後を引きずっていて集団行動や規律が重んじられていました。軍国主義の洗礼を受けた教員がまだ現場にいましたので集団の規律を乱す者には体罰が当たり前でした。 今では考えられないような体罰が横行しておりましたし、どう起こさなければ問題にされることもありませんでした。やんちゃな男の子たちは、教員に弦骨で叩かれても平気な顔をしていましたし、保護者たちも先生を聖職者のようにあがめているところがありました。そんなわけで、私は、 大勢の生徒の中に埋もれるように過ごしていました。生徒が無断で学校を休んでも、授業をエスケープしても、職員室が騒ぎ立てるようなこともなく、大らかな時代といえば聞こえはいいですが、今よりはるかに大雑把な感じでした。きっと私みたいな影の薄い女の子が教室を抜け出しても、誰も気づくことはなかったでしょう。 一番前の席でしたが、黒いアップライトピアノが邪魔をして、一人の生徒の不在などに気づくわけもありません。そんな奥手の私にも、やがて友達ができました。一年二組、同じクラスのタカちゃんとケイコちゃんです。二人とも、やはり私と似通った、静かな雰囲気の女の子でした。 賑やかな活発なグループとは相入れず、そういう元気な人たちとは一線を隠していました。私たちは一緒に水を飲みに行ったり、連れ立ってトイレに行ったり、筆箱の中身を見せ合ったりしました。放課後は一緒に帰りました。三人は自宅が同じ方向で、タカちゃんが途中から別れ、 次に、けいこちゃんの家があり、私の家が一番遠いのでした。友達になったばかりの頃、三人はとても仲が良かったのですが、次第に私は、けいこちゃんと付き合うことが苦痛になってきました。なぜなら、けいこちゃんはとても身勝手で、相手を独占し、支配したがるところがあり、常にぼーっとしていて、 気の弱い私は彼女の言いなりになるしかなかったからです。帰り道、タカちゃんと別れた後、ケイコちゃんは私の腕を取って、ケイコの家に来てね、と言います。その言い方は女王の命令のように絶対的なのです。ケイコちゃんの家は板弁に囲まれた平屋の日本家屋で小さい庭があり、 松やもみじなど植えられていました。門から玄関まで敷石が続いていて、思い返せばとても趣のある家でした。その家に両親とけいこちゃんの三人が暮らしていました。いこと遊ぶんだよ。まっすぐお家に帰らないと怒られるから。ダメだよ。いこの家に行くんだよ、絶対に。 そう言って、けいこちゃんは強引に私を誘うのでした。時には一度帰宅して、それからけいこちゃんの家に行くこともありました。けいこちゃんと一緒にいるのが辛くなって、用事があるから遊べないと断ることもありましたが、鬼のように険しい表情になって、私の腕を取り、雑巾を絞るように力いっぱいひねるのでした。 今日は、自ビ科に通う日だから遊べないよう。稽古の家に来て、命令聞けないの。稽古ちゃんは、睨みを聞かせて、私の腕をひねります。そんなに遊びたかったら、タカちゃん誘ったら。うるさい雑巾と富士山、どっちがいいそれは、稽古ちゃんの得意技でした。腕を雑巾のようにひねるか、 それとも富士山のように手の甲の皮膚をつまみ上げるか、どっちの痛みを選ぶのか、命令を聞かないときはそういう罰を与えるのです。けいこちゃんは、おでこの真ん中あたりで髪を切り揃え、こけしのような目鼻をした小柄な少女でした。優しく微笑んでいれば、可愛かったと思うのですが、自分勝手で、 すぐ機嫌を損ねるので、かわいいと感じたことはありませんでした。眉が三角に釣り上がっていて、小さい目は動きがなく、逆さまつげが常に影をこざえていました。この頃は、外遊びが普通ですので、外気にさらされ、ほっぺたが赤い子供が多かったけれど、けいこちゃんは、 真っ白い都会的な顔をしていました。ある日、私はタカちゃんに尋ねました。ケイコちゃんと遊んでるタカちゃんはちょっと表情を曇らせて言いました。うん、よく誘われるの。だけど私、ケイコちゃんとあんまり遊びたくない。どうやらタカちゃんにも同じように命令をして、 強引に家に呼んでいるらしいことが分かりました。そして、雑巾や富士山の罰も同じように鷹ちゃんに与えていたのです。私もね、稽古ちゃんと遊びたくないんだ。鷹ちゃんにこっそり打ち明けました。鷹ちゃんと私は心を打ち明け合って少し近づいた気がしました。ある時、 ケイコちゃんに内緒で二人きりで遊ぼうと我が家でこっそり遊んだこともありました。内緒にしなければならないほどケイコちゃんは二人にとって怖い存在でした。ケイコちゃんの家には物静かで優しそうなお母さんがいて遊びに行った私を笑顔で迎えてくれました。髪はセミロングで清楚な白いブラウスにスカート姿。 ほっそりとして、とてもあかぬけて見えました。こじんまりした古い家でしたが、お掃除が行き届いていました。記憶の中では、台所の他に畳敷きの和室が二回って、奥の方の座敷には仏壇があり、お供え物の袋菓子が四つか五つ重ねられていました。おせんべいやあんこ玉、ゼリー菓子などの 袋でした。いこちゃんは私を仏壇の前に連れて行くと、お菓子の袋の数を数え、1、2、3、4、5。これ、全部んぶ稽古のおやつなの。と、自慢していました。お父さんはサラリーマンらしく、ワイシャツや背広がカモイにかけられていました。私たちは、 お庭の敷石をぴょんぴょん飛んで遊んだり、木の実を集めたり、お家の中でおはじき遊びをしたりしていました。やはり主導権はケイコちゃんにあり、彼女が気に入らないことがあると、ぷいと遊びを中断し、私を睨みつけるのでした。私は一人でぼんやり過ごす方が好きな子供でしたから、ケイコちゃんのような 支配者と遊ばなければならないのはとても苦痛でした。彼女と会いたくないばかりに学校を休むことすらありました。タカちゃんは二つ上のお姉ちゃんがいてよく姉妹で遊んでいましたから、ケイコちゃんは私の方が誘いやすかったのかと思います。私は何度もケイコちゃんの家で遊ぶことになったのでした。 おばあちゃんの家は島根なの。ここからずっと遠いんだから。いこちゃんはよくおばあちゃんの家の話をしました。お母さんの実家が島根らしく、この東北の町からすごく遠いのだとよく話してくれました。おばあちゃんの家は遠いけれど、いこちゃんはおばあちゃんに会うのがとても楽しみの様子でした。小学1年の私には、 島根という土地がどこにあるのか、まるでわかりませんでしたが。早く島根に行きたいな。と話すけいこちゃんを見て、この町よりずっと楽しい町なのではないかと想像していました。家に帰って母に島根ってどこにあるのか聞いてみました。ずいぶん遠いところよ。お母さんも行ったことないからよくわかんないけど。 大きな神社のあるところね。お神さ様より大きいの学校の近くにある神社が私にとって一番大きい神社でしたので、島根にはどんな大きな神様がいらっしゃるのかと、子供ながら想像をめぐらしていました。ある日、たかちゃんは私に言いました。もう、いこちゃんと遊びたくない。 どうやらタカちゃんはとてもひどいことをされたのでしょう。お母さんやお姉さんに打ち明けて、もうケイコちゃんとは付き合わないように決めたらしいのです。ですが、毎日顔を合わせる子供たちの関係は、そう簡単ではありません。ケイコちゃんは眉を吊り上げて、怖い顔でタカちゃんに罰を与えました。その後も、 私たち三人は女王と二人の家来のような関係を続けました。ある日のことです。その日はお母さんが外出していて、ケイコちゃんと二人きりだったのですが、かもいにかけてあるお父さんの背広を見上げて、ケイコちゃんはジャンプして遊び始めました。バレーボールのスパイクのようにジャンプし、背広にタッチするのでした。 見つかったら怒られるぞと思ったのですが、すごく面白そうで、つい私も一緒にジャンプしていました。ひとしきりバレーボールのアタックごっこをやった後、けいこちゃんは背広と一緒に掛けてあるズボンのベルトを引き抜きました。お父さんのズボンのベルトです。当時はバンドと呼んでいたと思います。 お父さん、このバンドで、時々お母さんをぶつの。私は、よく話が飲み込めず、首をかしげました。腰から、シュッとバンド外して、無知みたいに振り回して、お母さんをぶつの。私は、木下大サーカスのライオン使いが、ムチを鳴らして、 地面に叩きつけるシーンを思い描きました。じいちゃんが毎年連れて行ってくれるサーカスは、私には刺激の強すぎる世界でした。ぶつのけいこちゃんはコクンとうなずき、こうするんだよとベルトを振り回し始めました。黒い革ベルトを私めがけて振り下ろしたのでした。 女の子の力ですから、大した勢いがあるわけではなかったんですが、私はひどく驚いて身をすくめました。何してるの帰宅したお母さんが慌ててベルトを取り上げて、けいこちゃんを叱りました。お母さんに肩を揺さぶられ、お友達にこんなことをしたらダメ、と繰り返し怒られたけいこちゃんは、途中からベソをかき始めました。 お母さんは私にすまなそうに謝り、ごめんね。ごめんね、はみちゃん。ごめんね。これからも稽古と遊んであげてね。と言いました。ベルトのことは誰にも言わない方がいいのだと思い、私は人に話しませんでした。ケイコちゃんのお父さんとは会ったことはありませんでしたが、白いワイシャツに、 スラックス姿の男の人が庭の敷石を歩いてるのを見たことがあります。きっとけいこちゃんのお父さんだと私は目で追いました。ベルトのことが頭から離れずにいましたので、その人のスラックスの腰に巻かれたベルトを凝視していました。今振り返ると子供というものは 親が考えてる以上に資料深く、親の隠したがるいろんなことに気づいていて、それを飲み込み、口に出さないことの方が多いのだと思い知らされます。いこ、うん、ちゃんのお母さんがお父さんにベルトでぶたれているのだということが、ずっと頭にこびりついて離れませんでした。その頃の自分には、 想像もつかないことだったからです。あの畳の部屋でベルトで打たれているお母さんと隣の部屋から覗いているけいこちゃんの姿が映像のように頭をよぎりました。一年が過ぎ、間もなく小学2年を迎える春がやってきました。春休みになぜかけいこちゃんからの誘いがなく、 私とタカちゃんはそれぞれ近所の友達と遊ぶことができました。奥手の私もいよいよ近所の子供たちと入り混じって遊ぶことを覚え、女の子だけでなく男の子たちも一緒のかくれんぼやかんけり、だるまさんが転んだなどで楽しく遊ぶようになっていました。二年生に進級するとき、クラス外にはならず、 そのままのクラスで進級するのだと聞いて、私はがっかりしていました。また、いこちゃんと付き合わなければならないのかと思うと、暗く気が沈むのでした。新学期、二年生の教室に入ると、少しだけお姉さんになったような気分になりました。始業式の後、タカちゃんが話しかけてきました。いこちゃん、今日、 おやすみかなうん。風でもひいたのかなタカちゃんは一緒に帰ろうよと誘ってきました。うん。一緒に帰ろう。ところが、翌日も翌々日も、けいこちゃんの姿はありませんでした。どうしてけいこちゃん学校に来ないんだろうタカちゃんは複雑な表情で言いました。 ちょっと心配だけど、彼女が登校しないのは嬉しい。きっと私と同じ気持ちだったに違いありません。担任の先生も一年の時と同じ先生になったのですが、先生は恵子ちゃんの休んでいる理由を話してくれませんでした。私も高ちゃんもどうして恵子ちゃんが休んでいるのか、先生に聞くこともありませんでした。学校の帰りに、 けいこちゃんの家の前を通って見ることもありましたが、あえて尋ねることもしませんでした。以来、けいこちゃんは登校することはなく、その存在は煙のように消えてしまったのでした。私は毎日恵子ちゃんの姿を探しました。彼女が身につけていた紺色のジャンパースカート、腰の位置からプリーツに切り替えになっているスカートを履いている子を見ると、はっとして、 けいこちゃんかどうか確認したりするのでした。そのデザインのジャンパースカートは、その時代、とても流行していたのでした。桜の季節が終わる頃、けいこちゃんの家の前を通ると、トラックが止まっていました。けいこちゃん家族が住んでいた古い家を解体していたのでした。職人さんたちが賑やかな音を立てて取り壊しています。 その光景を見て、ケイコちゃん一家は引っ越したのだと思いました。おそらく、ケイコちゃんは、二年生に進級する春休みのうちに転校してしまったのでしょう。私は母に聞いてみました。ケイコちゃんの家、壊されてたよ。ケイコちゃんいつ引っ越したんだろう。えケイコちゃん母は、 首をかしげました。けいこちゃんの家を壊していたよ。ああ、三丁目の古い家のことね。そうだね。解体始まったね。どこに引っ越したのあの家は酒井さんのおばあちゃんが亡くなってからずっと空き家だったのよ。家をさらちにして売りに出すという話よ。 母はどこか別の家の話をしていると思いました。うん、違うよ。けいこちゃんの家が壊されてるの。母は台所でナッパを茹でながら私の相手をしてくれていました。けいこちゃんって誰お友達同じ二組のけいこちゃんだよ。いつも一緒に遊んでるけいこちゃん。母は台所で 忙しく立ち働いています、うん。いつも遊んでるのはタカちゃんでしょでも最近は、よっちゃんやケンジ君とも遊ぶようになったね。ハミの引っ込み事案が治ってきたね。母がケイコちゃんのことを覚えていないのが不思議でした。振り返ってみると、私が一方的に遊びに行くばかりで、 けいこちゃんが家に来たことは一度もないのでした。その頃の私は、謎を深く追求する心を持ち合わせているわけでもなく、相変わらずぼんやりと周囲に流されながら、日々を送っていたのです。数日のうちに、けいこちゃん一家の暮らしていた家は解体され、さらちとなりました。取り囲んでいた古い板塀もすっかり取り払われ、 見通しの良くなった土地はとても狭いものでした。なぜいこちゃんは一言の別れもなく去ったのだろうと不思議でしたが、子供にはわからない事情があったのだろうと曖昧に結論づけました。もしかしたら島根に引っ越したのかもしれないなと思いました。転校するときは先生がクラスのみんなに教えてくれるはずなのに、それもなかったのです。 その後、何度も両親と話をしたのですが、いこちゃん一家が住んでいた家は、酒井さんという家の持ち屋で、ずっと空き家だったというのです。どうにも納得のいかない話でした。たかちゃんとはその後、付き合いがなくなり、3年生からは違うクラスになりましたので、改めて話すチャンスもなくなりました。 私は、歳を重ねるごとに、少しずつ社交性を身につけ、消極的ながら友達と付き合えるようになっていきました。五年生の頃には、卒業生を送る社音会で披露する演劇をクラスで作り上げ、浅間山荘事件をお笑いのドリフターズ風にアレンジした芝居で、大絶賛されました。私は、 人質の女性の役でしたが、コントで大活劇を演じるほどにひょうきんになっていました。六年生の時、偶然同じ図書委員になったタカちゃんに聞いたことがあります。一年生の頃、クラスにイコちゃんって子、いたでしょ六年生になっても、タカちゃんは相変わらず打ち気だったけれど、大変な美少女に成長していたので、 憧れている男子が多かったようです。えいこちゃんって誰意外でした。たかちゃんはいこちゃんに随分い,いじめられ振り回されていたはずなのに。覚えてないのよく一緒に遊んだじゃない。たかちゃんは随分考えていたようですが、やはり思い出すことはできませんでした。嘘をついてるふうでもなく、 本当に記憶がないようです。そんな子いたっけ思い出せないんだけど。私は一年生の時、同じクラスだった他の友達にも聞いてみたのでした。誰一人、恵子ちゃんを覚えてる人はいませんでした。私は胸がざわつき、どうしても確かめたくなりました。恵子ちゃんを覚えてるのは、 私だけ私は小学校入学式の時の記念写真を引っ張り出し彼女の顔を探しました。担任の伊沢先生を中心に撮られた一年二組の入学写真にいこちゃんの姿はありませんでした。何度も見直したのですが彼女がいません。いこちゃん、どうして写ってないの おかっぱに切り揃えた髪、こけしのように小さな目鼻、薄いがつり上がった眉、逆さまつげ、青白い頬、青いジャンパースカート、すべてが気に入らないとでも言うような膨れっ面。あの顔、忘れようがありません。六年生の私は、どうにも納得がいかず、 とはいえ、誰もケイコちゃんを覚えていないので、どうしようもありませんでした。この世に存在しない人だったのでしょうか。あの子は一体何者だったのか。なぜ、私の前に現れたのでしょうか。あれから、随分年を重ねましたが、未だにケイコちゃんの顔を鮮明に思い出すことができます。思えば、 ちゃんの不在を認識した6年生の頃から私は曖昧な世界をさまようことを覚えたのかもしれませんこの世には人間の理屈では割り切れない不思議な現象があることを困惑しつつも受け入れたのでした時に威圧的な態度で私を牛耳ろうとする相手に出くわすと今でも 脳の記憶の引き出しから彼女の思い出がにじみ出すのだ。